紙に出してくれたのかな。ちょっと読みましてください。今日はクソ親父のトークのコーナーですが、佐々木ちゃん今日何時待ち合わせだっけ？10時です。今何時だっけ？10時半前です。徳田来ません。30分遅刻です。あの野郎。今日はエイヒレなのでエイヒレを炙ってやろうかなと思ってますんで、後ほど。お疲れ様です、遅れました、すいません。今何時ですか？10時36分です。なんかシャワーの匂いがする。シャンプーの匂いしないですか？シャンプーの匂いしないです。見てくださいよ、このギトギトの。お前、俺との待ち合わせ何時だったっけ？10時です、すいません。いや、すいません。炎上ですね、佐々木さん。炎上です。さあ、いや、初っ端からまず遅刻からスタートということで、すいません、そんな今日はエイヒレを深掘りしてみようかなと思います。お願いします。はい、じゃあエイヒレの皆さんです。おはようございます。はい、大魔王、自己紹介を。はい、大魔王徳田です。ボーカルやってます、よろしくお願いします。ドラムのゴリです。ベースケンチロです。ギターのリョウです。まあ、エイヒレ徳田はですね、はい、M でしょ。M かもしれない。なんかちょっと残業好きな自分もいる。そりゃさ、人が違うかな。エイヒレって。そもそもなんでエイヒレなの？その、まあ、今メンバーで言えば俺とケイチのタトゥーかって決めた時の2人だけの時に、その2人が仲悪いってどういうこと？いただきます。じゃあ俺も乾杯。じゃあ、まあそもそもエイヒレ、エイヒレのバンド名ってそもそもなんだ？バンド名由来、なんか短いにしたいな。なんかいろいろ揉めたいよね。なんかそのいろんな短い名前出し合って、結局残ったのがカマキリとエイヒレで、カマキリってなんか置いたりとかな、ちょっと消去のエイヒレ。まあ、バンド名の由来というか、まあ、エイヒレという意味のバンド名の響きだけとですね。そうですね。何年になるだろう。何年か、俺が18なんで、8年ぐらい。8年言い続けりゃ、ね、愛着も湧くってもんでしょう。まあ、エイヒレのバンド名からのイベントもありますよね。あ、そうです。炙るか炙られるかっていうイベント、そういうことですよね。はい、で今日のこの動画は炎上するか炎上しないかという。エイヒレといえばアルバム2枚で配信もあるし、まあ、曲もたくさん出してきてはいるけど、最近音源のようには絶対歌わないぞというだけ。いや、なんかなんですけど、なんかね、そういうパフォーマンス、パフォーマンスのこだわりとかある？パフォーマンスのこだわりですね。まあ、やっぱエネルギーっていうのを大事にしてます。はい、なんかステージで解放できるのがある。エネルギーをですね。まあや、じゃあエヒレ炙りながら。ゴリさんはなんか。まあ、なんかこういう。ゴリさんといえば、ちょっと食べ物振っといた方がいいなと思って。まあ、いや、ありがとうございます。こういうなんか最近のミュージックビデオの最後まで見てくれた人はゴリさんのキュートな、そうですね、キラキラが見れる。いや、そこまで見なきゃって言ったゴリさん一応手と口両方動かしてもらって。そうなんですよ。そうなんですよ。エイヒレのパフォーマンスのこだわり、はい、ドラマーとしてのお客さんに伝わるかわかんないかもしれないですけど、もうメンバー間でっていうところで、やっぱ基本みんな前向いてるじゃないですか。ああ、フロントマン3人。お前も前向いてんじゃん。お前後ろ向けないじゃん。だからその前3人が背中を見てるってこと。そう、見てるし、その前3人がこうこっち見てくれた時はやっぱ
かその視線を合わせる作業のいいね。なんかちゃんとメンバーを3人見ながら叩いてるんですけど、でもお客さんもね、ってことはゴリを見たらゴリと目合うって、そうですね。だから私もちょっといつでもアイコンタクトします。キラーンって感じだね。また今ここでキラーンってSE ながら圭一郎は俺はまあ何でしょう、激しくやってる感じですね。ライブ中はパフォーマンスじゃないですけど、だから見てくれって感じで、聞いてくれよ、見てくれ、聞けとは言えないです。いや、そのライブ感を体感してほしいなって。あ、まあでもそれはまあリーヒレ、リーヒレだったんですけど、そうか、まあそのゴリも言ったアイコンタクトはまあ量とか結構いっぱい撮ったりして、あ、こいつも釣れたなとか、あとは頻繁に、いや、そのミスった時にこっち見るの嫌なんや。いや、それケイチロと目が合うってそういうこと。なんか金物抜けたなとかなったらチラッシュッなる。こいつ聞いとると思う。スタジオで僕はパフォーマンスになるのかちょっとわかんないんですけど、こうライブってこうやっぱお客さんとバンドまで作るものじゃないですか。それで客席をなんとなく見ないようにしてて、その全体的にこうバッて、あ、客席って見るんじゃなくて、一人一人のお客さん僕ちゃんと目見るんですよ。だから割とライブ見終わった後とかに、あ、あそこら辺で見てくれてたよねとか僕お客さんに言うんですけど、後からそういったお話もできるし。そう、でもミスったらさ、そいつチラッと見るとか言ったらさ、音外したらチラッと見出したらずっと徳田見なきゃいけない。あの、なんだっけ、俺歌聞いてないんですよ。リハとかで大体徳田の声カットで帰ってきようとしました。サイルドライブなんてなんてなんでもないです。まあ、エイヒレの曲ってさ、叫んでばっかしだったりするかも、ガチャガチャ、ワチャワチャ、エネルギッシュだね。割と、俺レコーディングしてるじゃん、はい、歌詞とかちゃんと活字で見る、はい、歌詞割といい歌詞書いてるじゃん。作詞作曲って言ったらいいんだよ。基本的にまあ僕ですね、どっちも。そうです、最近も今リョウがやってて、前はまあ歌詞は五分五分ぐらいっていうような感じで。代表的な今最近の最近の A ちゃんは、A ちゃんもリョウです。あの今回まあ4ヶ月隔週で4回連続サブスク解禁は全部リョウが作詞なんです。徳田の書いた僕の割とライブとかテレミーかな、テレミーベイベーとか叫ぶ歌とかは徳田です。そうですね、はい、ああスクランブルがあるじゃん。エイヒレ自体は何回目かだと思う？6です。6かな。スクランブルの6の時って、オリさん何だろう？ 6 は出てないです。6は出てない。6って、あ、そうか。あ、4から出てて、6だけ出てないんですよ。4がクラックで、5がゴーインググロース。じゃあスクランブル先輩やん。先輩です。スクランブル先輩。まあ、スクランブル先輩。スクランブル先輩。今現役でやってる仲間。あ、いや、スリーピーだけ。ゴールデンズがいます。あー、そうそうだか。ゴールデンズがいた。そっかそっか。まあ、12回目ですからね。12。はい。真っ黒やんけ。エイヒレ炎上真っ黒ボール。エイヒレ炎上。あ、俺が全部オリー。キャンプ画角みたいな。オリー。山の焦げが美味しいみたいな。まあ、配信も終わって、しばらくはネジリースないけれども、今後のエイヒレとか、自分たちにとってのバーン、エイヒレのバンドとか、もう本当に普通に。ああ、なんか僕は、ちょっともしかしたら語弊がある言い方かもしれないんですけど、あんまり頑張ってバンドをやろうって僕思ってなくて、頑張ってやろうじゃなくて、自分が好きで楽しんでやってたらもう結果こんなに長くなったから、じゃあその調子でここからもずっと続けて、またもっと楽しいことが多分あるし、嫌なこともあるけど、ここを超えたら楽しいことがまた待ってるからみたいな感じで、なんか続けたか、楽しく続けていくをまずは目指して。ペイちゃんは？俺は
バンドやってることで楽しいんですよ、これをずっと続けていきたいな。でその中でも、まあ、他の俺たちないところにいろんな曲を見てもらってとかもしてみたいなと思うし、まあ一回何回か言ってるんですけど最近はできてなくて、まあ、今後はちょっと足を伸ばして行きたいなと思ってます。え、ゴリは？僕はずっとバンドを続けてて、そのエイヒル以外も、うん、続けてて、まあ変な話こうなんていうんですか、辞めるタイミングみたいなのは、まあ、なんかいくつもあったんですけど、でもやっぱなんだかんだ楽しいで続けてるんで、そのまま続けれたらいいのかな。いいこと言う。じゃあ得だわ。僕ですね、アルバム出したいですね。まあ曲作ってるのも楽しいんですけど、歌詞カード書いたりとか、まあそのどういうデザインにしようとかみんなで話し合ってる時間がめっちゃ好きやって、僕何かが生まれるぞっていう瞬間があるから、まあまたその瞬間に立ち会いたいというか、子供生まれるみたいな言い方ですけど、だからベッドロブレコードなんですよ。なるほど、よいしょ、よいしょ、よいしょ、今ここにロゴあります。まあだからエイヒレも炙るか炙られるかをそろそろ頼もうかな、やりたいですね、やってもらいたいな、会いたい人からし思ってるし、お前らもその会いたい人のところに行かなきゃ、そろそろ。そうですね、ね、はい、というわけで来年は炙るか炙られるかやってくれるということで、やりましょう。リメちゃんからプレゼントがあるそうです。え、なんすか。え、あだすツーホールで、はい、ツーステージで、はい、ツーステージ、はい、ハイレンジみたいなことやってください。疲れ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いい日でした。ありがとうございました。こいつ絶対遅刻した。月を払わせて Yeah.